宮大工の棟梁。韓国は国土の 70% が山地で、韓国民族は山から取れるもろもろの資源を利用して暮らしてきました。テベ山脈に連なるヤンヤン付近は山高く道は険しいので、人々の往来もまばらなところから、今もって韓国の伝統建造物に似るような松の木が育っています。宮大工技能保持者で無形文化財第74号のシン・ウンスさんは、現在ヒョンボックン神殿復元工事の責任を担っている棟梁で、国が認めるこの時代ただ一人の宮大工です。良質の木材を手に入れることが家を建てる仕事の最も重要なことなので、彼は直接山をへめぐって選び出します。しかし日がない一日、山を渡り歩いてみても針に使える立ち木一本見つけるのが難しい実情であるのです。今日は山林町の職員と同行して立ち木選びに出かけました。欲しい立ち木が見つかったにしても、所詮山林町の許可を取らねばならず、それに山の中を中庭のように見通している山林町職員と連れ立っていけば、立ち木を探すのがその分楽になるからです。伝統建築に使われる溶剤は赤松につきます。芯が硬い上に木目が細かく色がきれいなためです。2、300年育った赤松は直径が45ないし90センチメートルほどの太さになります。しかし赤松は手に入れるのがたやすくないので、代わりに他の松も多く使われます。それでもまだ国内で役に立つ木を手に入れられることができるのはこの上もない幸いだと彼は述べています。春夏ぶっ通しで立ち木を選んでおいてから、立ち木の水気が減る10月まで待って伐採します。伐採に先立ってまず山を守る神にお祭りをあげて、伐採の許可を仰ぐとともに伐採作業中の無事息災を祈ります。さらにこのお祭りを通じて、大自然の前に不謹慎な過ちを犯すことのないように自らの心に誓うのです。かつては二人が一組になって大きなノコギリを両方から引いたり押したりしておびきをしたものでしたが、便利な機械ノコギリが使われる今時ではもうそうした光景は見られなくなりました。伐採された木は用途に応じてさらに適当な長さに切り、運び出すのに不便でないようにします。木は山の中である程度乾燥させて雪の降る前に運ばれます。仕事が仕事であるだけに、全国を渡り歩かねばならない彼は1週間から2週間長くは1ヶ月ぶりに家に帰ります。それだけに家族にはいつも住まないばかりです。家に帰れば彼はできるだけ多くの時間を家族と共に過ごすべく努力します。17の年に大工仕事を始めて、30年以上を宮大工の仕事一筋に打ち込んで、その腕と精神が最高の境地に至ったことを裏付ける人間文化財の指定を受けたにしても、決してうぬぼれず、いまだに習うべきことが多いと思っています。もっと勉強して失われた昔の技法を探り出し開発して、より優れた建物を建てようとする意欲を持っているのです。また自分のうんちくを後代へできる限り伝えておくことも義務であると思っています。
国の伝統建築は木材を用いるという点で日本と中国に似ていますが、日本の建築が微妙で繊細な人工の美に重きを置き、中国の建築が巨大な規模の豪壮の美を重視するのとは違って、大自然と調和をなす釣り合いの感覚を重視する自然美に傾倒するのが韓国の伝統建築の特徴であると新雲さんは語ります。キョンボックンの復元にはすべて110万歳の木材が使われます。この木材を適材適所に振り分けて使うことは決して容易なことではありません。棟梁はどの原木をどこに使うかを明確に大工たちへ指示します。振り分けられた原木は製材に便利な大きさにまず裁断されます。シン・ウンスさんの責任のもとに復元されるキョンボックンは諸村王朝の正殿として1395年に造営されましたが、それが文禄の役で消失した後、古城の時の1867年に復元されたのでしたが、1876年に火災で再び焼け落ち、1888年さらに復旧されたものの、日本統治時代神殿の部分が損なわれたのでした。これをまた復元すべく主樹の古い資料を比較分析して設計図が作成されましたが、万全を期すべくこの設計図をシン・ウンスさんが検討して手を加えるところとなりました。こうして完成された設計図通りの作業を棟梁補佐に指示します。補佐は配下の大工たちを率いて仕事を進めます。補佐は指示されたように木材に炭縄を打ちます。大工たちは炭の線をたどって木材をこなします。補佐になって初めて炭縄を打つことが許されるのですが、炭縄が打たれないと大工たちは製材に取り掛かることができないのです。大まかでたやすい作業には現代式道具を使いますが、精緻な仕事には堅くなに昔の大工道具だけを用います。木材をこなすには韓国伝統の道具に勝るものがなく、また職人かたぎも生まれうるからです。諸村王朝の正殿であったキョンボックンは今神殿の復元工事が竹縄にあります。棟梁は指示通り正確に製材されているかを絶えず確認します。家というものは一度建てれば千年が持たなければならないからです。比較的若年である50歳で人間文化財に指定されたのも、彼のこのような完璧主義が高く評価されたためでもあります。彼の師匠はイーガンギュ棟梁でありましたが、そのまた師匠はチョウォンジェであり、さらにその師匠はチェウォンシクで、古城の時代キョンボックン再建工事の采配を取った棟梁でした。つまり彼の門下が今日においてもまたキョンボックン復元に携わることになったのです。彼は弟子たちに師匠たちの建築技法を教え、その建物に潜められた職人かたぎを諭しています。